種のツンデレかしら。目が覚めると、これまた普通の家猫と同じく、そうだね、お腹いっぱいになるとパンダには必ず取る行動があるそうで、ベッドにも上がるんですか？一緒に寝てるんですか？ではメインの場所に瀬戸内海さなぎ島のボス猫パンダは外でも家でも猫らしく自分のペースと居場所を守る幸せなやつでした。今回は2チームに分かれ東京・神楽坂で観覧猫巡り、松島チームは澤部の案内で猫がいる場所へ向かいます。おっしゃるかね、看板猫がいるカフェがある。カフェ好きなのよ、私やってました。こちらこうもおしゃれなスタ中心のこちらこそのこんにちは。JR カメだね。JR カメ。うみちゃん本庁さんです。2015年日本レコード大賞企画賞を受賞。今大注目のシンガー。もうアイス食べちゃわないと寒い日に食べられなくなるよ。おかんって言うよね、大ちゃん。おかん。おかん。おとんって言うたよな。おとん。違う、あれは。おかん。おとん。おとん。おかん。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほら、またな。バイビー。